コーヒーやお弁当というのはそのケースに入っているじゃないですか。ただおにぎりやサンドイッチなどが作れやすいですので、その点も工夫されましたか。私の星の形も三角の形結構厳しい、斜めにあの感じがないといけないし、結構、はい、大変です。おにぎりも、そう、おにぎりも、こちらケースに入っている。こちらはケースにあるのが、はい、まずロボットは、賞味期限切れているものを廃棄して、はい、その後棚に残っている、商品、はい、ちゃんときれいに接触をちゃんとするように移動しますが、はい、で最後に、新しい商品、棚に行きます、はい、そう、新しい商品、賞味期限が先のものだと思いますので、商品後ろに置いていくということですね。入ります。はい、それではお客様の手で審査員が入ります。さあ、お客様の接近に、ちょっと声小さかったんですが、ロボットは、少しバックしてくれて、はい、またあのお客さんは出てからは、ロボットは立って、今もう一回作業再開ですね。そうですね。もう一回棚だいたい、まあ、近く移動して、でまたカメラで、自分の位置をカリブレーションします。はい、次は、梅おにぎりが終わったので先おにぎりですね。あとはないかな、ここで追加しました。新しい商品を並べる、そうですね、次新しい商品廃棄してまっすぐにして並べて、はい、商品を並べるんですね。今ちゃんと接触できるように最後に少しちゃんと少し何ていうのか、接触できるように難しいですけど、ちょっと苦手しました。そうですね、結構切り身を痛かってるから、はい、手を挙げたので多分上手にできましたと思います。はい、ではまた新しい商品を後ろに置いてまいります。そうですね、廃棄品を取りました。その後、既存の商品をまっすぐに